もしかしてマネミさんですか？そうだけど。ファンなんです。本物めっちゃ可愛い。また痩せました？ダイエットしてるからね。すごい。どんな方法なんですか？それは秘密。その秘密ぜひ知りたいですね。じじブラックチャンネル。じげ、また増えてる。お菓子ばっか食べてたからかな。痩せなきゃ。それなら俺ちゃんと契約して魔界式ダイエットやってみませんか？じじ、びっくりした。急に出てこないでよ。こっちはあんたのせいで大変な目にあったんだから。そんなヤバそうなダイエットやるわけないでしょ。悪魔のインストラクターの動きを真似て行う、ハードですが絶対痩せると評判のエクササイズなんですが。嫌に決まってるでしょ。うちは楽して痩せたいの。いいアイテムない？そうですね、ないです。使えないわね。契約しないなら俺ちゃんたち帰りますね。とか言って絶対アイテム持ってるはずよ。じぃ、チョコでダイエットを渡さなくてよかったのかって。じぃじぃじぃ、これを食べれば間違いなく楽して痩せられますけどね。やっぱりあるじゃない。そのチョコよこしなさい。ダメです、契約していない人には渡せません。何よ。そうだ、どうしよう、急にめまいが。うん、大丈夫ですか？あい、平気。ほら言った言った。契約したくなったらいつでもどうぞ。そんな日来ないわよ。ちょろすぎ。食べると痩せるチョコ。つっても、こんなチョコで本当に痩せるのかな。まあいいや。あん、うん、おいしい。こんなチョコ食べたことない。それに、体が軽くなったような。うそ、1キロも減ってる。あんなに落ちなかったのに。これなら何でも食べていいんじゃない。いただきます。うんうんうん。さすがに食べ過ぎたかな。お腹いっぱい。でもこのチョコを食べれば、あん、うん、また減ってる。美味しいし簡単に痩せられるなんて最高。これならうち絶対太らないじゃん。こんにちは、マネミチャンネルです。今日もたくさんお菓子食べてくよ。太らないのかって？大丈夫、うちはいくら食べても太らないの。あん、もしかしてマネミさんですか？そうだけど。ファンなんです。本物めっちゃ可愛い。また痩せました？ダイエットしてるからね。あん、うん、すごい。どんな方法なんですか？それは秘密。チョコ食べてても痩せるなんていいな。あれ、うちいつの間に？異変。マネミさん。うわ、何よ。ずいぶん痩せたようですが、どんなダイエットをしてるんです？あんたには関係ないでしょ。そうですか。ところで、俺ちゃんの持っていたチョコでダイエット知りませんか？チョコ？マネミさんとお話ししていた時になくしてしまったみたいなんです。知らないわよ。うちのこと疑ってんの？俺ちゃんは聞いているだけですが。では他を探してみます。そうしてくれる？うちは知らないから。ガタガ、今ならまだ戻れたんですけどね。ジージー、はあ、もう食べられない。最近すぐお腹いっぱいになっちゃう。心配してくれてありがとう。でもダイエットしたいって気持ちもうあんまりないの。チョコを食べたいから食べてるだけっていうか、うん、ってこんなに食べちゃってるんだ。チョコの秘密。もうラスト1個じゃん。でもこれでチョコ食べなくて済むんだ。うん、やっぱ美味しい。体も軽くなって…って…あれ？うち浮いてる？なんで？ガガガ！チョコ、全部食べちゃったんですね。見てないで助けてよ！チョコでダイエットは、魔界で作られたダイエットチョコ。
ダイエットが続かない魔物に向け、美味しいチョコにすることでたくさん食べたくなり、ダイエットをやめられなくするというものです。ずっと食べ続けちゃったのはそのせいってこと？ええ、魔物への効果は抜群ですが、人間にはどんな効果があるのか分かっていないので渡さなかったんですが。じゃあ、うちが浮いてるのもかかかダイエット効果ですね。じじじ、人間には効果が効きすぎると分かってよかったです。助けてよ、契約するから。嫌です。チョコを盗んで勝手に食べたマネミさんの自業自得でしょ。そんな、体重軽くなってよかったですね。じじじ、こういうことじゃない。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。